河津昇の公式メルマガでは毎朝5時にあなたが元気になる情報、勇気や希望が湧いてくる話、今日も頑張ろうと思える話を無料で配信しています。ぜひご登録の方よろしくお願いします。登録方法は概要欄に載ってありますので、そちらからご覧ください。ぜひ登録していただいて明るい一日のスタートを切っていきましょう。はい、ではライフチェンジレッスン博多のゼロ期のメンバーです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今から、こうね、中級でやることっていうところの幸せと成功のレッスンなんですけど、幸せっていうところが、欲求が満たされた喜びを感じることがで安心感、つながり感、自己肯定感ですよってことで、成功っていうのが欲求が満たされる環境や状況を作ること、仕事、人間関係、パートナーシップっていうところなんですけど、まあ、何やってるか分かんないと思うんでちょっと解説していくとですね、一般社会、まあですよね、はどういう幸せの定義をしてるかっていうと、一般社会っていうのが、こうね、成功が下にあるんですよ。まず成功があって、次に幸せがあると。成功があって幸せがある。だからいい大学に入っていい、会社に入ったら幸せっていうふうに一般的には言われてるじゃないですか。ね、多くの人が言いますよね。でもそうじゃないんですよっていうのをこのライフチェンジレッスンだったり人間心理学センターピースでは言われていて、そうじゃなくって僕らが学んでる心理学はまず幸せがあるんですよ。幸せがあって次に成功がありますよと。ライフチェンジですね。こういうことですね。で、こう見たときに、じゃあ一般社会の幸せってどれぐらいの量ありますかって言ったらこれだけしかないですね。一般社会でいう成功したら幸せっていう、しかもこれは条件付きで、成功しないと幸せじゃないっていう条件付きなんですよ。でも逆にこのライフチェンジレッスンで言ってることって何かっていうと、幸せっていう土台があって成功っていうものを手にするんだよっていう、だから一般社会でいう幸せっていうのは成功しないとなんで、成功してなかったら、そもそもね、成功しなかったら幸せもないんですよ、でもライフチェンジレッスンで言われている幸せっていうのは幸せを前提とした、成功ですよって。じゃあこの幸せって細分化すると何ですかって言ったら、皆さんが初級で学んだ、安心感、つながり感、つながり感、自己肯定感ね、で安心感って何ですかって言ったら、不安な状態から自分を安心できる、この心の在り方ですよね。つながり感って何ですかって言ったら、自分と誰かと、自分は誰かといつもつながってるっていう感覚ですよね。で自己肯定感って何ですかって言ったら、条件付きじゃなくて無条件で自分を自分で認められるっていうものですよねっていう、そういう感覚ですよねっていうことなんですね。どうですか僕の考えですわ。自画自賛ですけど、いやでもねこれね確かにって僕思ってますね。書いてる自分我ながら。でも僕はどっちかっていうと一般社会とかこう、まあ、学校ですよね、一般の学校でいうこの学校でいうこれをね目指してたんですよ今まで。
だから辛くなっちゃってたし、だから俺はまだまだだっていうふうに思ってたんですよね。この前ね、僕の友達に久しぶりに1年ぶりに会ってきたんですけど、その友達はね、高校からの友達で、めっちゃね、ゴリゴリの体育会系で、はい、今建築士やってるんですけど、その彼が言ってたのは、僕がほら、まあね、めいちゃんの おめでたのこととか、あとは僕も彼がと1年前に会うまでは、本当個人事業主になったばっかりだったんで、こう2社のね、社長になったよっていうこととか、報告したんですよ、嬉しくなって。そしたら、なんて言ったかっていうと、おめでとうじゃないですよ。なんでしょう、皆さん。すげえ。ああ、まあそうね、すげえ。なんですけど、その後に、すげえって言った後に、俺もまだまだ頑張らんといかんって言ってたんですね。うん。そう。比較するわけですよ。わかる？そうね、元ガソリン車だからね。元って今もね、売れよいね。うん、そうそう。まあね。それもあります。で、彼が、ね、帰り際というか、LINE でね、今日ありがとうって送ったんですよ。そしたら、今日お前と出会って、また刺激もらった。俺も今日から頑張るわ。いやいやいや、もう頑張らんとき。皆さん覚えてます？そのガソリン車の登れない、その山を、ね、ガソリン車で山を登れる人、登れない人たち、登れない人たちが全体の 80% ですよって、登れる人が 20% ですよってことなんですよね。だからそういう気合根性我慢でどんどん登っていける人、が 20% いて、 80% 登れないんですよっていう、発体の法則なんですよ。だから登れる人はいいんだけど、登れる人は登れる人で苦しみもあるんですよね。だって成功だから、今の幸せって成功の土台の上に成り立ってるわけだから、例えば、そうだな、例えば学校の先生を辞めたらもう幸せじゃなくなるんですよ、その途端ね。だから皆さんは幸せから作っていく成功を手に、するこの学びをしているわけですよね。僕も本当に学校の先生辞めて一回ね、本当なんか打ち砕かれて、そうで、学校の先生辞めて法で入って、法で辞めて自営業になって、個人事業主にまずなったんですね。9ヶ月ぐらい多分、9ヶ月ぐらい個人事業主、10ヶ月か個人事業主でやったんですけど、本当ね、仕事がないんですよ。暇で暇で仕方なくそしたらね、今までほらこっちじゃないですか、自分は学校の先生っていうキャリアがあると、このキャリアで、キャリア握りしめてたんです。だから成功を、自分のね、過去の成功にすがってたんですよ。そしたら仕事なくなって、何も しないで、あれってなって、めっちゃ不安になって、お金も入ってこない、お客さんもいない、もうみたいなね、感じになったんですけど、僕も皆さんと同じようにこの心理学を学んで、あ、幸せから作っていけばいいんだ、だから最初は僕も本当にね、死にそうになっとったね、めっちゃしんどったよね。だから早いって言ったことめいちゃんが一番分かってる。そう、まあね、だからでもね、だから僕と出会ってたりするとだと思うんですよ。しかもこのタイミングで僕のこの姿を見てるのって皆さんしかいないから、これから多分出会う人たちっていうのは僕が成功した姿だけだと思うので、はい、だから成功した姿も成功しない姿も見ている皆さんはすごい取れ高か、はい、あるんじゃないかなということで、はい、この動画も結構撮れ高になったんじゃないかなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。